Welcome to ガンダムライ生 GBS デルタプラス来ましたね。ジェスタキャノンとともにマーク2ガンダムジムスナイパーデルタプラスはだいぶかかりましたね。実はまだね、コツサメ勝ち、あーまあ低いバイセンサー、まあだからパッと見ですごくバウっぽいですね。バウグレミっぽい感じでしょうか。なんかバウグレミっぽい感じですね。いや印象ですよ、パッと見の印象ですよ、うん、だけどあれですね、回復はしないんですね。バイオセンサー持ってます。連射力の高いバルカン、同時発射ではない、二門式のものではないです。フルオートの連射力の高いビームライフル、しかも やたらダウンポイントが低いけれど威力がすげえ高いっていう、なんかすごい武器を持ってますね。連射力が結構高くて、なんか威力が一発3000と非常に高い、その回ダウンポイントをほぼ削らないっていう、これは分かんないですよ。なんかやったら威力が高いですからね。 F で10で集団力が900で6本も高めだったら割とありかもしれない。で、二門式のグレネランチャーですね。まあこれは現行の時代あんまり使えないんですけど、まあ、バウと同じものだったら弾速が非常に速いんで直当ても狙えます。そしてビームキャノン3点式、これダウンポイントやったら高いですね。だから結局爆風でダウンを取れなくなってる時代なんで、威力限定がひどいから今は一発のダウンポイントがどんどんインフレしてるんですよ。だからビームキャノン3点式の上に、3点式なのにダウンポイントが400とかなってますね。で1200までレベル2の敵までだったら空中弾を狙えると。ような性能ですね。だからそれを打ってこれで空中でひるみなりをやった後、その後ビームライフルで威力で倒しきるって感じですね。ただ残念なことにビームキャノンを当ててダウンポイントレベル3の敵に対してはビームキャノンを当てた後にビームライフルを仮に打ったとしてもダウンポイントが低すぎてですね、回復されてしまう可能性ありますね。ダウンまで持っていけない、まあ4発以上当てれば4、5発もっとか、もうちょい当てればですね、5発ぐらい当てれば、まあ、空中弾まで持ってきますけども、まあ、そうやったらこれだったら多分倒しきっちゃってるんで、どっちかっていうと、回コストを借り取る機体ですかね。回コストですね、ダウンポイント1の機体とかを、これで空中弾やよろけを取って、そこから速攻でこれで倒しきるっていうような、印象を受けます。グレネランチャーはまあだから武装として少なめなんで、ビームキャノン、ビームライフル、グレネランチャーで安定なのかなという感じですね、うん、まあただジオンは、あ、ジオンじゃ連邦はもうぶっちゃけですね、うん、この子が現環境を最強に近いですね、ユニコーンがいるので、まあみんなこっち回すんだろうなっていう。だってランキング真っ白ですから、真っ白ですよ。この状態でユニコーンがこれだけ普及してる中に、じゃあデルタプラスどこまで入るのかなっていう話になってきたときに、コスト4枠しかない中でデルタプラスを入れる必要性はっていう話になってくるわけですね、うん、そうなると同じ値段が一緒ですから、課金回すときにじゃあユニコーン回すよねっていう人間心理から、正直デルタプラスは増えないかな。なおさら特に連邦はその性能市場的な部分の、今までの流れから性能市場主義みたいなのが結構あるので、性能強くないと使えないっていう。で、フラーマーであったりとかが、まあ、強化型とか割と顕著なんですけど、強ければ使われるんですけども、微妙な機体はとことん使われないっていうのが連邦です。
なので、ガンダムオリジンだったりとかも、アドバンスドヘイズルはまあそこそこスタンからやりきれるからいましたけども、これほとんどいないですからね。こっちもほとんどいないですから。微妙な機体は徹底して使われないのが連邦の特徴。まあもちろんそれは召喚戦場の話ですが、そういう特徴を持っているので、まあ今の感じだとバウグレミーに当たるので、ポジション的にはバウグレミー、まあちょっと違うと思うんですけど、しかもアーモンも低めですから、まあユニコーンでしょうね。になります。むしろこっちの方がワンチャンあるのかなという感じはします。あ、ブーストチャージが低いですね。専用特攻、耐爆を持ってます。あ、まあ高めです。かなり高め。武装が非常に多いですね。チャージビームライフルからグレードランチャーが速攻切り替えなしでいけるんですね。じゃあチャージビームライフルはグレードランチャー、これは榴弾なんですね。内蔵榴弾はちょっとね、今ね、これビームキャノンこっちですかね。ここに持ち替えが出るかどうか、だから右側に装着されてるんで、まあこれに速攻切り替えて、まあ昔のジムキャノン2ですかね、ジムキャノン2的な内蔵チャージビームライフルからビームキャノンというようなことが可能なのかもしれません。ダウンポイントはまあそんなに高くはないですね。それで別に4連マルチ、4連マルチと出てますけども、これは実弾のブルパップガン的なところでしょうか。そんな感じですね。ブルパップガンは不人気ですから、まあ正直そんなにダウンポイントも高くないですし、こっちのがまだ使われるのかな。強化型、出力強化型、連射式、あ、チャージ式、チャージ式どうなんでしょう。射程は非常に長いですね。コスト320でこの、チャージ式のが使えるというのはなかなか面白いかなという感じではあるんですけど、それとは別にハンドグレネルランチャー、前段反射型、ただバック武器は今現環境そんなに有効ではないので、チャージビームライフル、あー、だけどチャージビームライフルから出力強化型ランチャーが同時持ちできないという、いやー微妙でしょう。そうするとチャージビームライフルはビームキャノンで、その後に4連マルチとかになるわけですね。ナイスショップ、グレネランチャー、ちょっとそれだったらまあ出力強化型マルチランチャーをベースに、そこから4連マルチ、とかになるのかな。多分これとこれのだったらこっちなんだろうな。これで打って、そこからまあマルチとかの範囲だから、プロトタイプケンファー的なポジションがもしかしたらできるのかもしれないですね。射程補正も持ってますからね。だからガンダム5号機的な銃撃ですけど、ガンダム5号機的なことが可能になるのかなという感じですが、じゃあ今5号機ってどれぐらいいるんですかってなってきたときに、まあ刺してくださいって感じですね。大枠倉庫持ってますけど、まだ結局4枠っていうの、4枠しか使えないゲームなので、そのやっぱりこの性能だとこっちになりますね。それも仕方ないですね。はい、そんな感じでございました。まあ先月から極端にいきなりまた強い機体っていうのは、まあ、ない、そんなにないだろうなとは思ってるんですけど、まあ、なかったですね。結局4枠っていう枠の中で使わなきゃいけないんで、これだけもうユニコーンが、いやシナンジュが普及している中だと、もう他のそれ以外の中途半端なコストの機体は枠がないです、ええ、そもそもねコストオーバーシステムがもうほとんど機能してないですからね。コストオーバーしてもデッキコスト拡張使えば別に4機コスト380、400詰めますから、もう完全に400、コストオーバーしてしまうとなんか性能が下がりますとかっていう
のとか、もしくはもうここになんかコスト300枠が別枠にあります、ここの1機は300以下しか使えませんぐらいなのがあれば使おうかなってなりますけど、現行4枠で別に制限なく、あ、まあ、これさえ使えば制限なく400が4機使えるっていうんでしたらそうなります。はい、そんな感じですかなっていう。だから多分、まあ、今日初日なんで初日はちょっと増えるかもしれないですけれども、記念で回すとかね、機体が好きなんでとか、で結局、まあ、みんな1週間もしたら戻るかなって感じです。そんな感じでございました。よかったらチャンネル登録高評価お待ちしております。以上の方もチェックしてますんで、よかったら見てね。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。